今ね、どこにいるかっていうと、長崎市にいます。長崎市ということで、ここの今いる場所が、平和公園行ってきたんですけど、原爆、昭和20年ですね、8月9日11時過ぎにね、午前11時過ぎに、原爆が落とされたところの、近くです。もう左側がちょうどね、原爆が落とされたところです。なので、この辺り中心に、広がってね、ったわけです。特にやっぱりこの周辺がね、被害を、被って、当時24万人いた人口ね、これ24万人っていうのはその当時ではね、結構多かったんですよ。長崎市が全国で11位です。福岡とかよりね、多かった、北九州よりね。その中で、人口24万人のうち、7万4000人ですね、亡くなってます。かなりの数がね、負傷もその同じくらいなんですけど、で、今、駅の方から少し離れてます。4キロ少し離れてるんですけど、その中で、今、市街地中心です。この辺りもね、もうほぼ市街地みたいなもんですね。これだけビル建ってますから。で、今、こんな形でね、言ってます。現在の人口はどのくらいかっていうと40万人ぐらいです。かつて江戸時代ね、鎖国政策を行っていた時代に、唯一ね、日本で外国に島を開いてたところです。もちろん幕末に、外国のアメリカなどによってね、開港を求められて、函館とかね、他のいろんなところで開港したんだけど、それまではずっと長崎でしたので、その意味でもやっぱり、いろんなね、文化が入り混じっていた感じという考えるとね、歴史的な場所かなっていうのはね、思うところです。で、今、これから長崎駅の中心に向かうんですけど、一応この辺りもね、もうほぼほぼ市街地みたいなものですね。はい。なので、長崎市ってのはかつて幕末ね、江戸時代明治明けてからも人口多くて全国11位だった都市ということで、現在としては40万人。40万人って一応中核市ではあるんだけどね、多くの、もっと大きいね、人口多い都市がある中なんだけど、やはりかつての名残があってね、市街地は結構広いなっていうのはね、実感するところです。そして観光客もかなり訪れるので、観光客も訪れるという意味で、やっぱりね、活気がある感じですね。はい、この長崎っていうのね。で、斜面に開けてる感じなんで、斜面に結構家建てたりするんです。だから熱海なんかも同じなんでね、熱海の場合は温泉地なんだけど、こっちは温泉地じゃないけど、その意味で、あとは路面電車がこう走っていてね、函館にも少し似たような雰囲気があるね。斜面に家を建てるのが熱海に似てる。で、路面電車とかもある感じと、ちょっと外国のね、雰囲気もするようなところも、港があるところとか、神戸とか、函館とか、そういう感じがするんです。右側が路面電車走ってますね。なんで路面電車走ってるんで、ちょっとコース方式、ちょっとその信号が黄色とか矢印の黄色とかって感じしましたので、気をつけないといけないです。路面電車の通行の妨げにならないように走っていかなければなりません。ちょうど今右側走ってますよね、路面電車がね。なんでは車で来ない方はね、こういった路面電車、もしくは車で来ても、ホテルの駐車場に置いて路面電車利用してもいいんじゃないかなって感じがします。で、ここの辺りが、ここの右側も結構商業地だよね、商業地ですよね、結構すごいね、やっぱ、なかなか長崎はね、気に入りましたよ。日本全国各地、47都道府県行ってね、数多くの都市行ってきて、滞在してきましたけど、長崎市のやっぱり感動感っていうのは、非常に高いです。なんで、ぜひ皆さんにもね、長崎来たことない人もいるとは思うんだけど、来たことある人も多いと思うのでね、ぜひ来ていただきたいなって感じがします。正直、今回3泊なんだけど、3泊じゃ足りません。また次回、来ようと思ってます。半年ぐらいしたからね。で、その時に、いろいろ回れればなと思ってます。で、今は、こっちの長崎駅の方面に住んでるところですね。はい。隣は鉄道ですね、走ってます。だから長崎はいいですね。昨日軍艦島行ってきたんだけど、ぜひ軍艦島行っていただきたい。出島、中華街、あとは江戸時代に開いていたので、いろいろ西洋の関連したものがあったりします。はい。で、あとは、原爆が投下されたんでね、今、平和公園からの帰りですけど、原爆の施設、平和公園とかですね、資料館なんだかあります。あと稲佐山ということで山に登っていただいて1000万ドルの夜景。料理としてはちゃんぽん、皿うどん、あとしっぽく、他にも、外国のやつね、トルコライスとかなんかいろいろありましたけどね。あとは、まあ、長崎って結構、まあ、漁港もあるんで出島の辺りから持ってきてる海の幸とかね食べたりするのがいいんじゃないかなって感じがします。で路面電車いいね、こんな感じでね右側も走ってますけどね。でも割と長崎の駅に近いです。でちょっとねこの長崎市街地を行きます。まあお店っていうよりもまあ会社とかのねあれとか行ったりしますね。あとマンションも結構建ってます高層ので。で長崎駅が右側ですね、ちょうど右側なんです。で港がもうちょうどまっすぐの建物のところで右側にあります。だからそこから軍艦島とか五島列島とかね行きとかまあそういう行きたりします。でこれがもう駅のそばです。長崎市大黒町。で右側が港の方面です。路線バスも結構します、長崎バスがね。右が港の方です。この辺り結構まあホテル駅から割と近いところビジネスホテル結構あったりします。繁華街が浜松とかね夜のいわゆる繁華街的なやつはもう少し先の今からちょっと行きますけど、ここら辺の駐車場、長崎駅前、南口バス停前、午前8時から10時まで100分20円ですね。夜になると安くて100分600円で、あとは上限が500円だったりします。なんでまあ長崎っていうのは俺正直初めての長崎市はね。で観光で結構人気ですね。まあインバウンドなんかもすごく人気の地でもなってるんだけど、あとは修学旅行としてもね、学生なんかもよく来てます。でまあこんな感じで右に行くと県庁長崎港ですね。で茂木が左側ですね。ちょっとまっすぐ行きます。トヨタのディーラーが左にあります。18っていうのが18神話銀行で、東横インが左にあったということで右側にお店があったりしますね。バスもね結構走ってるんですよね、こういう感じでね。だからこの子も結構駅前から伸びる、目抜き通りみたくなってます。やはりまあ飲食店がたまるね夜の店とかたまるのがもう少し先なんですけど、ちょっとだけ今入ってこうと思ってます、ホテルの方に。でこれをちょっと左行きます。今日は一応令和4年です、西暦2022年5月の28日、時間でいうと夕方4時ですね、4時頃です。晴天に見舞われており、今日平和公園でね、結構長居したな、俺5時間ぐらいいたかな。なんやかんや資料館なんかも行ったりして、撮影もしてたりもしたりしてて、結構時間かかったんですけどね。で、これからちょっと左側に行ってますね。長崎は広いですね。人口40万人だけど、かつてやっぱりさっき言ったようにね、江戸時代終わって、江戸時代の時もかなり人口あったわけですけど、明治になってからも、ね、非常に産業としても結構三菱なんかも入ってて、工場とかね、あったりしたんで、結構人口多かったんですよね。なので、その海で結構市街地が広い感じですね。観光客も来るんで、今もなんか賑わってる感じがしますし、長崎は結構気に入りました。で、これを左に行きます。文明堂。カステラが有名で、大鳩ってとこですね、この地名がね。鳩場がそっちにあるんで、船着き場ね、港がね。昨日はここの、右が入ったシャンプー屋でね、飯食ったんですけどね。こんな感じでちょっと今坂道ちょっと登ってきますけど、坂道ですね、山の上とかね、結構斜面にね家が建ってたりします。右側が江戸町商店街ってあった。そこのとこは車でも入れるか、ちょっと入らないでします。だから結構ね面白いですね、長崎は。原爆が落ちたという、落とされたというね、悲しい歴史もあるんですけど、多くの方が亡くなってね。で、今、この長崎と武雄温泉で西九州新幹線が、できると言われてますね。9月23日開業ということで、令和4年9月23日だってもうちょっとでね。あれ、さっきなんか、この前のお兄さんいたな。現場になんか誘導してた感じするんだよね。違ったかな。9月23日に開業ということでね、この西九州新幹線も興味深いですね。次回もちょっと車で来ると思うんだけど、でも長崎から武雄までか、西九州新幹線もちょっと興味深いんで、次回ちょちょって乗ってもいいかなと思ってます。車で来てもね。で、これをちょっとまだまっすぐですね。広い人はやっぱり市街地としては、左側にも結構店があります。バスも結構いっぱい走ってるよね、見ていただくとね。やっぱさすが観光客もよう来るだけありますわ。日本全国各地行って中核都市以上でね、いろいろ比べてみても長崎は本当に感動感高いですね。正直おすすめできる都市です。で、これ川があって、川沿いのこの右左右もね結構繁華街っていうか店が結構あったりします。で、これがちょうどね、ここら辺がね、危ない、今日やってて、すごいね、その路面電車見てください、右の青いやつ。すごいね、かっこいいね、これ。こういう感じのね、新旧入り混じる感じで結構かっこいいね、これね。この青いっていうのがなかなかいい感じですね。で、ちょっとこれ繁華街ですけど、西浜通り。こっち右側が、中華街もあったりするんだけど、右側が結構繁華街になってるんですよ。で、夜の店なんかもあったりします。左がこれアーケードが車じゃ入れないですね。で、ちょっと今ね、ちょっと小道行ってちょっと繁華街、夜の繁華街、昼間だからやってないとこばっかだけど、夜になると結構にぎわいます。別途でまたね動画ラップするんで、見ていただければと思います。間もなく右方向です。これちょっと右に行って徐々に入ってきますね。こう路面電車もやっぱりいっぱい走って、バスも走ってますけどね、だから交通の便はいいなって感じがしますね。はい、今16時だから入れるな。16時から行く3時が、ああれか、10キロ。おばさん大丈夫かな。ここがね、夜の店が結構たまるとこなんです。だから今、普通に今はショーいますけど、まあこう見た看板見ていたら夜の店ばっかりですね。スナックとかパブとかバーとか、あと普通の飲食店あります。なのでまあここで飲食して飲んでねって感じですね。これは、ね、結構狭いんで車で入ってくる気をつけないといけない。俺ホテルこっち側なんでねあれですけど、これ一方通行していけないんじゃないのこれ。今の時間なんかいけないって書いてあったけど、4時以降何やったの。右だったか。あ、左だ。で、ちょっと回ってください。ちょっと回してください。右方向です。その先、右方向です。これね、ややこしいんだよね。これなんかも通ってるんだけど、ホテル行くのにそっちへ行こうと思ったら、なんか駐車場なかったんであれだったけどね。これね、ちょっとした公園なんだよ、右ね。んで、ちょっと右行って、ちょちょってくるってきます。結構狭いね。ここのとこ、あ、これはまだいいんだけど、ここがちょっとした公園っていうのが面白いんだね。夜の右にティーナ結構速度出してくるからね、みんな。まもなく左方向です。その先、目的地付近です。焼き上がるね。でホテルがねこっち側下、左側取ってるんですよ。で駐車場で止めてるんですけど、まあ、ちょっとその後も行こうかなと思ってます。でここら辺がまあ飲み屋街になってます。このところも結構ね、普通の居酒屋から夜の店系からだったりします。もう見てみればロマン街ってなってますよね。でホテルはちょうどねそっちなんですよね。こんなとこだからすぐね、俺が泊まってるホテルっていうのはすごく夜いろいろと飲み歩きたい人はいいとこですよ。これ全部夜の店系です。今は全然静かだけど、右とか行っても結構いっぱいあるんですよ。今日夜はねちょっといろいろ飲んだりしようかなと思ってます。でスナックとかラウンジとかね。でこれ右側駐車場止めててね、でホテルマニーワールド止まってます。ここ左側ね入り口、ここからだったら結構夜の店ねいろいろと行けたりするんでおすすめです。でちょっとこれまっすぐ行きます。その先、左方向です。でこれちょっとね右の方行ってみます。左側が結構東新街になっていて中華街ですね。小さいながらね、横浜とか神戸とかに比べたら小さいですけど、一応小さい中華街あります。まあ昔はだからね、中国、それオランダに戸を開いてたわけだからね、その時に、まあ、ここに町として形成されたわけだ、昔からね。混んでるか。この間こっちで食べたな、なんか召し上がったんでね。で、ちょっと今から港の方行ってみます。港ということでね、およそ300メートル先、税関前斜め左方向です。その先、右方向です。左側、なんか中国系の寺院があるね、これ。前が進まんね、これ。全然前進まないもん。結構外国人のね姿もよく見ます。まあ日本在住者だと思うんだよ、ほとんどね。左側なかなかの公園だね。中国風の公園だね、これ。中華街のところ。右がそうだ、これ中華街のとこだ。明日あたり行ってみようかな、ちょっと。で、前に長崎の税関があります。まあ港があるからね、輸入とかしてたりするだろうから、そういった税関とかで使ったりしますね。はい、で、ここら辺が出島町ですね、出島ですね、出島です。昨日この辺り通ったな、俺、歩いてきたかな。確かね。で、それが長崎税関ですね。名物あごだし唐揚げということで、あごだしとって言ってるんだけどね。長崎はそうだな、結局今回3泊してね、全部行ききれなかったですね。まあ明日も一応出発する前に行きますけど、もうでもやっぱ足りねえな。まあ、撮影してるのもあるから、まあ、結構時間取るってのもあるんだけど、やっぱ魅力的なところだなって感じはしますね。長いね、これも。長崎県の美術館もあるのか。軍艦島、昨日軍艦島行った時はそこ港から出た感じですね。これもう港のとこです。まあ、いわゆる貿易港とはちょっと離れてるのかなこれ。そこがまあいわゆるクルーズ船とか他の五島列島とか旅客船が止まってるとこね。で左側がこの出島ワーフってことで結構洒落た感じの店があったりするんで、まあ今ぐらいの時期だとね結構テラスで飲んだり食べたりすると気持ちいいですね。リンガーハットね、リンガーハットは長崎のちょっと利用してみたんだけど、長崎発祥ですから今分社化されて東京に本社がリンガーハットなんだけど、ちゃんぽん事業に関しては一応長崎に本店がある感じです。まあ元々こっちの企業だからね。で左が前がまあ工商業施設で、あとは、長崎港ターミナルが今からちょっと左曲がりますけどあります。結構ね、渋滞してんだよね、この時間ね。で、長崎港ターミナル、これが左側が軍艦島クルーズのそういう線があります。で、長崎港のターミナルですね。